あ、それね。ああ、違うんだ。封印。そう、もう今元気がないから。減量末期で。そういう冗談をやる余裕もあんまりない。あ、本当。元気そうだね。あ、元気です、元気です。なんとか。まあ、やっぱり時間帯によってさ、はい。いや、そうっすね。変わるよね。今、朝はなんとか。でも、夜はきついですね。多分、人によって、その、きつい時間帯だったりとか、タイミングが違うと思うんだけど、今日なんですけど、はい、リアルな話をすると、今日6月1日だから、はい、18日でしょ、2人との大会が。うん、17日後。17日後ですね。なんか、インスタで16日後って言ったことあ、もう、バグってますね。頭。ちょっと、マッキー来てるで。だって一番数えやすい日ですもん。そうだよ、6月1日で俺頭おかしくなってんなもう体もさ、だいぶ仕上がってきてさ、女子棒っていうところで言ったらもうほとんど終わってるんじゃないかなと思うんですよ。そうっすね、そうっすね、うん、今日は、はい、パンプをして、はい、今どんな体のコンディションなのかっていうのをやっていきたいなと。わかりました。あまりやる気なくほうがない。パンプしなくないっすか。しないしないっすよね。マジでしない。いやいやいや、そうそうそう、多分1ヶ月前ぐらいだったらよっしゃやりましょうみたいな感じだったけど、うん、パンプしねえなと思って。アフトレさんも僕も寺島さんにやっていただいてて、うん、絞り判定が結構厳しいと思うんですよ。だから多分このパンプしないフェーズがやっぱ来るって言われてて、多分そろそろそのフェーズなんだろうなって思ってます。まあこれ多分また動画にはなるんだけど、うん、チートデーあるじゃん。はいはいはい、2日後、ね、え、3日後だっけ。6月4日なんで。4日でしょ。3日後や。俺3日なんで。あ、俺も4日にしようかな。じゃあ、あ、一緒にやります。一緒に行く。あ、一緒に行くはちょっと怖えな。でも止まんなくなっちゃいそうだろまあでもあの普通にそのチートデーが1日あって、はい、何でも食っていいよって言われてるじゃん、はい、ハンバーガーでもシュークリームでも好きなもん。いや、恐ろしいですよね。僕は寺島さんに、お前は大会後の食の喜びしか知らねえだろ、大会前なんだよ一応美味しいなあの人とはまたさ違うじゃん。いや、そうですね。とは思いつつも、やっぱもう信じるしかないなっていう、いや、もうことで、はい、まあ、最後まであのコーチングしてもらおうと思うんで、そこをね、頑張りたいなと思うんですけど、まあ今体の状態、はい、見ますか。いや今ね、多分ね、クソっすよ。いや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 、どこがよ。パンプしないとダメっすね。もう気に食わないっすもん。俺が今回なんでこの企画をやるかっていうと、今までさ、うん、FWJ っていう企画をやろう、あ、企画じゃない、間違えた大会の団体に出てた。はいはい、FWJ、 はい、まあ、それしか知らなかったからそれ出てたんだけど、うんうん、FWJ ってバックステージでさ、なんかサポートを入れてさ、パンプのアップを手伝ってもらえたりとかするじゃん。そうっすね。だから今までは自分でパンプの仕方とかを、うん、あの練習しなくても大丈夫だったんだけど、うん、JBPF って一人で入って一人でパンプアップをして一、うん、人で大会前のコンディションを作ってステージに立つっていうのがあるじゃん、うん、それがまあ練習も兼ねてちょっと経験あるよ。まあそうっすね。結構むずいっす。だから客観的な視点で、うん、ここら辺もうちょっとパンプいけんじゃないのとか、やっぱ自分より経験値の上の人がサポートついてくれると楽じゃないですか、うん、確かに確かに。だけどそれを自分でやっぱ考えてシミュレーションしてからいかないと、結局ベストコンディションでステージに立てないんで。確かに。それがやっぱむずいっすね。まあでもそれも含めてちょっと今日は、まあでも腕トレするんだっけ。僕は腕をパンプさせた方が結構いい感じになりそうなんで、体。あ、本当に。はい。どんぐらい、10分、15分ぐらいにする。ああ、15分ぐらいでいきますか。15分ぐらい本気でパンプさせてもらって、はい、どうなるか。まあこんな感じかな。はい。ここからどのぐらい変わるのか。よーし、はい、頑張りますか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんでここで撮影するかっていうと、バイタスさんのなんかプロモーション用の写真撮影、スタジオでということで、機材がこれすごくないですかということで、まあ、パンプアップもしなきゃなっていうことでパンプも一応していくんですけど、これからね、どんな写真になるのかちょっと自分も楽しみなんですけど、その写真も最後に多分動画に載せると思うんで楽しみにしてください。よーい、スタート。はい、ほっ。なんかずるいな、それパンプ JB 絶対ダメじゃん、これねあ、確かにパンプアップの練習しとかなきゃダメだ、絶対うわぁ、きつい。きついな、これが。パンプが一番きついですからね。パンプがマジできついし、やっぱパンプの練習してないから、あれ何やるんだっけみたいな感じにちょっとなるよね。本当にそうです。なんか俺、自重でやってたからさ、自重でいけんじゃねえかなと思ったんだけど。いやぁ、きついでしょ。なんかずるいな、それ。よいしょ。ふう。ああ。いやー、きつい。でも肌の色の感じ一緒だよね。で、血管すごいよ、本当あなた。なんでそんな血管出る。これは。なんでなんでしょうね。でも元からだよね。
これさっきバイタスさんあれ気に飲んでます。え、飲んだの？はい、あの来る時に何も入れてねえよ俺。おぉ、気持ちいい。あ、めっちゃ汗出てきたわ。でもいつもやってるサイドのコーブってどうやってパンプするんだろう。やばい。僕たち減量マッキーですよ。ねえ、皆さん、僕はもうひたすらにちょっと腕を、うわ、もう、ぐわっ、おぉ、うわっ、きっちりな。これガチっすもんね。これガチだね、マジで。うわっ、これは俺にしかできないパンプだろ。なんだ血管俺もちょっと出てきたけど、マジっすか、熱くなってきた。結構張ってきたんじゃない。あいつずるいな、チューブ一個も使わねえぞ。おお。めっちゃ効いてそう。広背筋でどうやってパンプすればいいんだ。いやこれ相当きついですよ本当に。腕だけパンプしてきたかも。こんぐらいやんないとパンプしないんだな。改めて、なんか家テキストリンです。準備万端やん。こちらの情報があります。すいません。わあ、これめっちゃ入るぞ。結構いいんじゃないか。おいえ、あぁ、必死。いやぁ、きつい。ということで15分間なんですけど、まあ短いですね。短い。大会当日は多分これの倍ぐらいかな。もっともっと伸びますね、多分3、40分ぐらい。40分ぐらい、うん、今回俺マジでこれ思ったのがチューブ使ってなかったけど、多分大会当日はチューブ。そうですね、チューブか何かしら自重で。で、やっぱりこう自分がどこがパンプさせにくいとか、うん、どういうことをやらなきゃいけないのかっていうのが作戦練ってないと、はい、これ大会当日もっとさバタバタしてたらさ、はい、あ、ここ全然だなみたいな絶対出てくると思うから。しかも JB の場合収集が早くなりました。10分後ステージでした。あ、そうなんだ。めっちゃ怖くないですか。確かに今よりもやっぱ短い時間でパンプをする可能性とかが平気であるので、そこら辺はしかもサポートがいないと、うん、そのスケジュールがどうなってるとか、確かに今どう進行してるとか、うん、どこが転校されてるとかの情報が一人で把握しないといけなくなるんで、それを見ながらパンプってなると結構視野広く注意深くいかないとベストコンディションでいけないかもしれない。そういうことね。それめっちゃ悔しいじゃないですかやっぱ。確かにパンプありとなしだと全然やっぱ体違うんで。 その大会のさステージに立つ一瞬のためにさ、うん、何ヶ月もさ減量したりとかトレーニング、うん、まあ、いろんなものを犠牲にして時間を割いてやってきてるからね。そこでベストを出せないとね、うん、っていうのはあるし、腕と肩パンプしないと使い物にならないんで。あ、そういうことね。はい、じゃあちょっと一旦ポージング取る。はい、どんぐらい変わったのか。きつい。
長かったけど、もう短いっすね。この辺まで来たら、もう気持ち的にもね、うん、お互いに。そうっすね。頑張れればなと。ステージ楽しんで、はい、頑張りましょう。まあ同じ日なんで、うん、大会の動画をね、多分皆さん結構楽しみに、2本連続で見れるんじゃないかなと思うんで、うん、楽しみにしておいてもらえればなと思います。はい、それでは、今回これで終わっていきたいと思います。よーし、ありがとうございました。はい、頑張りましょう、マジで。お会いしましょう。はい、頑張りましょう。よし、ありがとうございます。それでは皆さん、さよなら。